ろいろやって腕前は上がってきたと思うんだけど、リードルの解読がさーパリ進まないや。どうしたものかな。リドルが読めないから何とも言えないけど、そんなに難しい内容なの？今回はとびっきり難しいね。もっと錬金術師としてすっごくならないとダメみたい。錬金術にはあんまり詳しくないけど、私ルルアは頑張ってると思うわよ。嬉しいこと言ってくれるね。でもまだまだなんだ。私のお母さんすっごい錬金術師でね、みんなお母さんに期待してるくらいのすごい人なの。だから私も将来お母さんみたいになって、少しでもお母さんの負担を減らしてあげられたらなって。そのためにももっともっと勉強しなくちゃ。もちろんスティアのためにもね。ナノマスター、ナノマスター宛てに手紙ですよ。お、ドラゴンさん、ありがとう。私宛てって、ケイナさんからだ。ふんふん、背景ルルアさん、いかがお過ごしでしょうか。早速で恐縮なのですが、アールズにメルルが帰ってきたんです。ルルアさん、メルルに会いたがっていたので、よければと思って手紙をしたためました。ぜひ遊びに来てください。ケイナより。へえ、メルルさん戻ってきたんだ。どうするのルルアちゃん。そんなの決まってますよ。もちろん会いに行きます。ルルアとっても嬉しそう。そのメルルって人はそんなにすごい人なの？うん、もちろん、とってもすごい錬金術師なんだ。そうそう、この国でも有数の錬金術師なの。腕前は折り紙付き。あ、そうだ、もしかしたらメルル姫に錬金術の勉強の仕方聞けちゃうかも。うん、いてもたってもいられない。さあみんな、早くアールズの役場に出かけよう。メルル姫に、メルル姫に会いに行くんだから。行き先はに出かけてしまったんです。材料を集めに行くとのことで。え？本当にごめんなさい。止めはしたんですけど。元気なメルルさんらしいわね。まあでもそんなに遠くまでは行ってないでしょ。どう、ルルアちゃん、こっちから会いに行ってみるっていうのは？それだ、さすが師匠は頭いい。ケイナさん、メルル姫がどこに出かけたのかわかりますか？そうですね、多分トロンブ高原だと思います。
ほうほう、風がとても強いことで知られる場所だね。帽子を飛ばされないよう気をつけないと。わかりました、ありがとうございます。ケイナさん、トロンブ高原行ってみます。すみません。もしメルルが先に帰ってきたら引き止めておきますから。皆さん、どうかくれぐれもお気をつけて。行き先はと、珍しいもの、何を。これでよろしいでしょう。ありがとうございます。ナノマス、あ、そういうことか。何を作ろうかな。いいことを教えてあげましょう。あのね、おお、なるほど、そんなことが。しっかり覚えておきなさい。よし、出かけよう。あら、どうしたの、ルルアちゃん。うなりながら調合しちゃって。あ、師匠。あのですね、道具って消耗品じゃないですか。爆弾とか薬とか、それ以外もそうなんですけど、使っては作り、使っては作り、大変だなーって。あー、なんかもっと楽な方法ないのかな。あるわよ。ですよね、そんな方法あるんですか。はい、お呼びでしょうか、マスター。ええ、ルルアちゃんに道具の補充をしてあげてくれる。道具の補充。はい、そうですね。まずは説明から。道具の補充というのは、
毎回道具を作り直すのは確かに大変だからね。楽できるところは楽をする、これも錬金術師には大事なことよ。なるほど。ところで師匠、量販といい補充といい、どうしてもっと早く教えてくれ。さーて仕事仕事。それじゃルラちゃん、また。あ、逃げた。ちょっとちょっと待ってくださいよ師匠。師匠ナノマスター道具の、わかりました。何？ナノマスター、何を作ろうかな。さーて、どこに行こうかな。目的地はどこだ。ま、どこでも同じだがな。補充完了です。さーて、どこに行こうかな。珍しい、どれを買って。これで、ありがとうございます。平気平気さ、近頃ちょっと仕事が立て込んでいてね。そのせいで少しだけフラフラするけど、子供たちのためにもしっかりしないと。はあ、先生ずっとこの調子なの。休んでくださいって言っても聞いてくれなくて。ねえルルアちゃん、ルルアちゃんから言ってあげてくれない？わかった先生。うん、てい。そう、ちょっとルルアちゃん、なんで殴ったの。とどめは頼んでないよ。先生のことだもん、無理やりにでも寝かさないと休んでくれないでしょ。さあエーファ、今のうちに先生の仕事代わりにこなしちゃおう。ルルアちゃん、うん、じゃあまずは宅配の仕事から。あー、やっと終わった。先生毎日こんな仕事をこなしてるの？はい、それだけじゃないよ。当然育児院の家事だってやってるんだから。うん、やっぱり先生はすごいや。実は先生ってものすごい体力の持ち主なんじゃ。気づかれてしまったようだね。まさにその通りなのさ。あ、先生ダメじゃない、ちゃんと寝てないと。いやいや、聞いたよ、私の代わりに仕事をしてくれたんだろ。君たちが頑張ってくれているのに私だけ寝ているわけにはいかないじゃないか。ううん、
お願いです先生、もっと休んでください。じゃないと体が。いいんだよ、みんなと一緒にいるだけで私は癒されるんだから。それにね、これは私が決めたことなんだよ。先生。さあ、二人とも今日はありがとう。これはお駄賃だよ。いやいや、もらえないって。私たちは先生のために。それじゃまた。先生。先生ったら頑固なんだから。さーて、どこに行こうかな。出発だね。楽しいお出かけになるといいね。風は強いけど、そこまでじゃないと思うわよ。スティア、あの二人には突っ込むだけ無駄だぞ。そうね、わかったわ。いや、だからって合わせろとも言ってないんだが。さてと、メルル姫はどこにいるかな。カズが追ったらありゃしねえ。あの人、魔物に襲われてる。1、2、かなりの数みたいね。他にも潜伏してる魔物もいるみたい。まずいな、仕方ない、加勢するぞ。近距離の残存敵数0。
とりあえずは大丈夫みたいね。確かに敵の気配はないようだ。しかしよくわかるな、スティア。うん、すごいすごい。スティアちゃん、実は戦えたりするの？そうね、私だけだと戦闘に自信はないかしら。けどオペレーターだから索敵や補助は得意よ。スティアの言うことってたまにわかんないよね。おっと、それより大丈夫ですか？おお、助太刀してくれたのか。ありがてえ、感謝する。ん、ジョーちゃん、前にアールズで会ったよな。あ、確かに。あの時はごめんなさい、お兄さん。気にすんなって言ったろ。あ、そういや、名乗ってなかったな。俺の名前はニコ、ニコデムス・ダビド・ディーター。母なる海を渡る偉大なる大海賊だ。ニコさんですね。私はルルア、錬金術師です。それで、ニコさんって今海賊って言いましたよね。でもここ陸の上ですよ。海じゃないですよ。んなことは分かってな。いろんな事情があってな。今一冒険者として陸の上で金を稼いでるってわけよ。へえ、海賊さんも大変なんだね。それよりルルア、あのことは聞かなくていいのか？あ、そうだそうだ。ねえニコさん、ここで女の人いませんでしたか？いや、見てねえな。ここに来るなり魔物と戦い始めたから見逃しただけかもしれねえが。そっか、ありがとうございました。いやいや、礼を言うのはこっちだぜ。ジョーちゃんたちに大会の祝福があらんこと。じゃあな。空振りだったみたいね。一旦役場に戻りましょうか。ええ、そうね。もしかしたらメルルさんが戻ってきてるかもしれないし。だね。それじゃあ、アールズ目指して出発。こういう場所では昼寝をするのがマナーなのさ。よいしょ。これは眺望に使うぞ。何の材料になるか調べないと。せーの。材料にもなるし、よっお得だね。いっけ。燃料、燃料、引火しないように気をつけないと。野菜はカレーのお供だよ。煮込むと美味しい。まだまだ頑張るよ。みっけ。はあ、糸がこんがらがっちゃった。こっちがこうで、ここだ。
するときにボコボコっていうのが楽しいよね。よっこいっしょ。あー、いい天気だね。さあ、急いで張り切っていこう。錬金術の基本、おろそかにしたらバッチが当たるよ。おーいさ、おーいさ、ちんぴんちんぴん。補充完了です。行き先はっと。ケイナさん。ごめんなさい、ルルアさん。お、どうしたんですか？その、実は、さっきメルルが一度帰ってきたんです。私、必死に止めようとしたんですけど、別の材料が欲しいからとすぐ飛び出してしまって。まあ錬金術師なら仕方ないのかな。そうかそうか、粗骨なのはルルアちゃんだけじゃなかったんだね。ん？今さりげなくバカにされたような。気のせいだよ、気のせい。それでどうするんだい？また行き違いになるのを覚悟でメルルさんを追うか、それとも待つか決める。メルル姫を追ってみることにします。正直待つのは性に合わないし。ケイナさん、今度はメルル姫がどこに行ったか分かりますか？そうおっしゃると思って町の皆さんから目撃情報を集めておきました。それによると、おそらくメルルはモディス旧跡に向かったと思われます。あら、モディス、懐かしい名前を聞いたわね。おや、スティアちゃん知ってるのかい？ええ、もちろんよ。あそこにあるエヒトガラクセンにはよく行ったものだわ。シャルムは元気かしら？あの子は賢いから今もきっと。エヒトガラクセン？ん？ええ、オルトガラクセンやフェルスガラクセンと同じガラクセンの箱舟の一つ、エヒトガラクセン。最新式の技術で作られた最新鋭の制御機構。あれだけ大きいから当然知ってるものだと。そんなものは聞いたことがないな。実際モディス旧跡は。聞いたことがない。それに旧跡って。スティオ、ここは実際に行ってみた方がいいだろうね。何やら話がこじれているようだ。ルルアちゃん、スティアちゃん、それでいいかな？うん、スティアもいいよね。ええ、行ってみましょう、そのモディス旧跡とやらに。
準備は OK。 さ、頑張っていきましょう。嘘、ここが、ここがあのモディスなの？そんな、でも確かにエヒトガラクセンの名残はある。ということは、そう、そういうこと。私が思っていたよりもずっと、ずっと時間が経ってしまっていたのね。ティア、大丈夫？ええ、平気よ。ありがとう。でも、思ってたより事態は深刻みたい。ねえ、聞いて、ルルア。やっぱり私は、フェルスガラクセンの奥に行かなくちゃいけない。だから、改めてお願い、ルルア。どうか私に力を貸してくれないかしら。今の私には何もできないから。もちろんだよ、スティア。というか最初からそのつもり。私も錬金術師としてまだまだだし、できることもそんなに多くないけど、それでもスティアの力になりたい。スティアのために精一杯頑張りたい。だからもうちょっとだけ待ってて、スティア。ありがとう、ルルア。あなたのこと信じてるから。そのためにも先に進んでメルル姫を探さないとね。おっと、足元が心もとない。落ちたらただじゃ済まなそう。解読できそうな予感。の手品ってどういう仕組みなんですか？もちろん秘密さ。種も仕掛けもあるけどね。おっとと、水はこぼれやすいから注意して採取しないと。よっこいしょ、よっこいしょ。ことに使えそう。
開けゴマ。キノコのカレーも美味しいよね。もちろん調合の材料にも使うよ。おいしょ。薬の材料だね。苦くない薬もあるのかな。うわ、霧が出てきたね。視界が悪いから気をつけないと。はい。この材料なんですけど、結構珍しいじゃないですか。ドリドリ、うん、確かにかなりのレアものね。さすが。お、暗くなっちゃった。アトリエにも。来たけど、メルル姫様いないね。だな。もしかしてまた空振り。ん？ガチクショー！降りてきやがれバカ野郎！あれじゃないかい？ままならぬ思いを叫んでストレス発散。ちげえよ。あ、気づいた。ニコさん、どうも。ああ、よく会うな。どうした、ジョーちゃんたち。ひょっとしてまた人探しか。はい、またっていうかまだの方が正しいですけど。なんだ、まだ見つかってねえのか。
手伝ってやりてえのは山々なんだが、あいにく依頼を抱えててな、ちっとばかし動けそうにね。依頼？ああ、なるほど。あの魔物に向かって叫んでたのは、そういうこった。あいつが討伐対象ってわけよ。だが空をひらひら飛び上がって一向に倒せやしねえんだ。くっさ、これが海の中だったらパパッと泳いで仕留めちまうのに。なるほどなるほど。空を飛んでる魔物、あれ、あ、どうしたジョージャン。ニコさん、あの魔物のことどうにかなるかもしれません。お、なんだ、急に自信満々じゃねえか。どうしたんだ。このリドルに浮かんだんですよ、空を飛ぶ魔物を倒す道具の作り方。作り方が浮かぶ？はい、というわけでニコさん、私たちニコさんのことをお手伝いします。マジか、そいつはありがてえ。けどいいのか、人探しの途中なんだろ。多分また行き違いになっちゃってそうなので。そういうことです。それに困ってる人は放っておけませんから。助かるぜ。じゃあ俺は一旦アールズに戻るとしよう。それじゃあルルア、その道具とやらよろしく頼んだぜ。ください。よし、それじゃあパパッとリドル解読しちゃおう。あ、新しい文章。あ、新しい文章。いるか？おお、ウォーレル、どうしたの？外でこれをもらってな。僕には不要なものだからお前にやる。あ、これチラシ？なになに？アーランド王国祭開催迫る。12月にはアーランド王国祭が開かれます。会場は今年もアーランドの広場です。アーランドの民皆で大いに騒いで日頃の疲れを癒しましょう。なになに、お祭りがあるの？すごい、面白そう。お前ならそう言うと思った。毎年アーランドで開かれる祭りだな。興味があるなら行ってみるといい。じゃあな。ウォーレル、ありがとう。お祭り、お祭りか。
ワクワクするな。12月忘れないようにしなくちゃ。補充完了です。よいしょっと。ここはこう。先生、俺の薬はどうですか？へへ、なかなかうまくいったと思うんですけど。すごいです。とっても上達しましたね。あ、人がいっぱい。あ、ルルアちゃん、いらっしゃい。ようこそ、トトリの錬金術教室へ。トトリの錬金術教室？うん、ロロナ先生のアトリエを借りてみんなに錬金術を教えてるの。未経験者がほとんどなんだけど、ほら見て見て、お姉ちゃん、これ私が作ったの。あ、すごい、ちゃんとした薬だ。トトリ先生の授業を受ければどんなやつでも簡単な薬は作れるようになるんだ。誰でも薬を。それは便利ですね。そうなんだよ。錬金術って使えたらとっても便利でしょ。だから錬金術はもっと世に広めるべきだと思うんだ。でも錬金術の使い方は知らない人の方が多い。それでね、定期的に教室を開いてみんなに錬金術を教えることにしたんだ。うんうん、なるほど、そういうことだったんですね。確かにみんなが錬金術を使えるようになれば世の中はもっと良くなるのかも。うん、そう信じてるよ。錬金術はきっといろんな人の未来を変えられる術。錬金術があれば世の中を良くしていける。だからいつかルルアちゃんも手伝ってくれると嬉しいな。はい、その時のために今は勉強あるのみですね。うん、ルルアちゃんならきっと大丈夫。楽しみにしてるからね。さあ、せっかくだから教室を見学していってよ。学べることもあるかもしれないし。あ、いいんですか？それじゃあぜひ。じゃあ授業を再開します。次は行き先はっと。はい、ハンバーグ定食お待ち。こっちはサンライズスペシャル定食だぜ。おー、ルルアちゃん。飯食ってくか。
お、いいんですか？それじゃあ、カレーを。いい、カレーな。ちょっと待っててくれ。ごちそうさま。あー、おいしかった。だろう。伊達にアーランド一の料理屋を名乗っちゃいねえよ。うちの料理屋。うんうん、ビルトさんのお料理とっても美味しいですからね。よし、ルルアちゃんに褒めてもらったぜ。こいつは価値終わりだぜ。それにしてもビルトさんすごいです。まだお若いのにアーランド一の料理屋をやってるなんて尊敬しちゃいます。よせやい。俺はこの店を師匠から受け継いだだけ。この店をアーランド一の料理屋まで育てたのは他でもね、師匠なのさ。へえ。じゃあビルトさんはお師匠さんの味を受け継いでってこったな。だがただ受け継いでるだけじゃねえんだぜ。俺の夢は師匠を超える料理を作ること。師匠に教わった味を再現するだけじゃダメだ。つうわけで少しずつ少しずつ料理にアレンジを加えていってんだ。うんうん、アレンジをいいな、かっこいいな。私にも師匠がいるんですけど、師匠を超えるだなんて思ったこともなかったです。へえ、そうか。ま、師匠ってのは大概とんでもねえ壁だけど、思うんだよ。師匠は弟子が自分のことを超えるのを望んでるんじゃねえかって。弟子が自分を超える。ああ、技術ってのは継承とともに発展していくもんだからよ。弟子が師匠を超えるってことは技術が錬磨されていくことに他ならねえ。だから師匠にものを教わった礼儀として弟子は師匠を超えなきゃならねえ、そう思うのさ。なるほど、あるあると思います、ビルトさん。へへ、だろ。だからよ、ルルアちゃんも師匠がいるんなら一丁師匠を超えられるように頑張ってみ。その師匠のためにもさ。はい、ありがとうございます。頑張ります。ビルトさんってすごい考えがしっかりしてるんですね。見かけによらず。はは、言われちまった。ルルアちゃん辛辣。ま、弟子同士精一杯頑張ろうや。師匠の恩に報いるためにな。へへ、飯ならいつでも食わせてやっからよ。はーい。それじゃあビルトさん、また。おう、またな。行き先はいらっしゃい。さあ、これで毎度あり。また来てくれよな。あ、そうだ、ゴールさんに質問なんですけど。お、なんだ。このお店ってハゲル&コールワークスって名前なんですよね。コールは当然コールさんの名前だとして、ハゲルって一体。気になっちまったか。ハゲルは俺の師匠の名前だぜ。ああ、
ですね。ああ、師匠はアーランド一の鍛冶職人でな、俺が幼少人の頃からちょこちょこ面倒を見てくれたんだ。あの人の鍛冶の仕事を見てるうちに俺も興味を持ってな。アーランドで鍛冶職人が減ってたってこともあって、行商人から鍛冶職人に転職したってわけだ。なるほど、コールさんが鍛冶職人になったのはアーランドのためだったんですね。まあな、もちろん鍛冶の仕事が面白いっていうのもあるぜ。それにこれが一番理由としてはでけえんだけどよ、職人が減ってるってことは競合が少ないってこと、つまりビジネスチャンスだと思ったんだよ。実際鍛冶屋を始めて大儲けだからな、俺の戦略は当たったってわけさ。さすがコールさん、しっかりしてますね。へんだろう。ま、なんだかんだあって師匠から受け継いだ店だ。俺が潰すわけにはいかないからな、儲けはきっちり出させてもらうぜ。ですね。まあコールさんなら心配いらなそうですけど。ああ、もちろんさ、これからもアーランド一の鍛冶屋として突っ走り続けるぜ。その息です、コールさん、応援してますからね。ところで、あの、最後にもう一つ聞きたいんですけど。お、どうした？ハゲルさんって、その名前の通り、頭が。ああ、ノーコメント。ルルは？お、はい、噂かどうかは分かりませんけど、ルルはエルメルリア・フリクセルです。そう、はじめまして、私はミミ・ウリエ・フォン・シュバルツラングよ。シュバ…そんなところまでお母さんに似てるの？ミミで結構よ。お、ありがとうございます、ミミさん。お母さんのこと知ってるんですか？ええ、もちろん。だって昔一緒に旅をしてたんだもの。ミミちゃんはね、昔からずっと私の護衛をしてくれてる冒険者さんなの。だからロロナ先生のことも知ってるってわけ。ミミちゃんすっごい頼りになるんだよ。なるほど、すごいかっこいいです。敏腕の冒険者さんなんですね。敏腕、まあそうね。
私が敏腕じゃなかったら誰が敏腕なのって感じだわ。私の槍さばきは誰にも負けやしないんだからしっかり覚えておくことね。ミミさんたら相変わらずですね。でしょ。あ、そうだ、ルルアちゃん、私たちしばらくアーランドにいるつもりなの。だから何かわからないことがあったら聞いてね。いつでも教えてあげるから。はい、ありがとうございます。それではトトリさん、ミミさん、また。ええ、またね、ルルア。あの子がロロナさんの娘結構似てるところあるんじゃない？うん、私もそう思う。あとはルルアちゃんがきっちり頑張ってくれれば。さーて、どこに行こうかな。うん、なるほど。だったら親玉を叩くのが早いでしょうね。じー、わかった。じゃあ私が行ってあげる。出発は了解、任せときなさい。じー、さてと、そこ。じー、ん？あなたよ、あなた、私のことずっと見てたでしょう。あ、バレてましたか。はい、見てました。ずいぶんとすがすがしい返事ね。どうしたの？私の顔に何かついてる？いえ、そんなことないですよ。ただそのミミさんってかっこいいなって。かっこいい？はい、普段からとっても堂々とした立ち振る舞いですし。そう？はい、トトリさんのことをサポートしてるところも、ご自身もすごい冒険者だっていうところも、私実はミミさんに憧れてるんです。そうなの。まあ、あなたが私のことを見ていた理由は分かったわ。でもいい？いくら褒めても何も出ないからね。私は褒められたくらいじゃ動じないの。分かってますよ。別に何か欲しいわけじゃないですもん。私はミミさんみたいにかっこよくなりたいんです。あら、そう。まあ簡単な道じゃないと思うけどせいぜい頑張ることね。はい、ありがとうございます。ところでこの後食事でもどう？あなたが良ければいろいろ話してあげる。私いいレストランを知ってるのいかがかしら。あ、いいんですか？ぜひぜひ行きたいです。そう、それじゃ出かけましょう。もちろん私のおごりだから、ついてきなさい。はい、ありがとうございます。ミミちゃん、すっごく嬉しそうな顔してたな。ああいうところは昔から変わらないよね。私もミミちゃんを褒めたらご飯をおごってもらえたりなんて。
お仕事お仕事っと。さーて、どこに行こうかな。ここが待ち合わせの場所？うん、そのはずだけど。エーファ様ですね。はい、私がエーファです。私はブラウグラース家の執事を務めております、ジョンと申します。奥様よりエーファ様に一目会いたいと仰せつかりまして、お手紙を出させていただきました。そうですか。ブラウグラース家、それがエーファの家なの？はい、ブラウグラース家はアーランドでも屈指の名門貴族。そしてエーファ様はブラウグラース家の血を引くやんごとなきお方なのです。ってことはエーファって貴族なんだ。っていうことになるね。まあ生まれてすぐ育児院に預けられたわけだけど、なのに今さら何の御用ですか？単刀直入に言いましょう。奥様はエーファ様と共に暮らすことを望んでおいでです。育児院に預けたのもやむにやまれぬ事情があってのこと。奥様は常にエーファ様のことを気にかけてらっしゃいました。そしてどうしてもエーファ様を取り戻したい。いかがですか？悪い話ではないと思いますが。お断りします。なんですって？お断りすると言ったんです。聞こえませんでしたか？勝手に私のことを捨てて今さら一緒に暮らしたい？あまりにも身勝手が過ぎませんか？それに私知ってるんですよ。やむにやまれぬ事情ってくだらない家督争いでしょ。自分の保身のために私を捨てて、家督争いが終わったら一緒に暮らす？あまりにも自己中心的すぎて呆れてしまいますね。もう連絡してこないでください。それでは。ちょっとエーファ、エーファってば。行き先はっと。はい、オーレル、頼まれてた道具だよ。すまない、感謝する。ほら。あ、何これ？礼だ。迷惑をかけた自覚はあるからな。そんなの良かったのに。でもまあ、くれるならもらっておくね。ありがとう、オーレル。でもさ、やっぱり意地っ張りは直した方がいいと思うんだよね。
ある程度は仕方ないけどさ、間違った依頼を受けた時ぐらい。いや、ダメだ。それが僕の生き方だからな。ん？僕はアーランド王家の血を引いて生まれてきた。たとえ王国がなくなっても、僕に王家の血が流れていることに変わりはない。であれば王家にふさわしい行いをしなければ。それが責任というものだからな。責任？別に分かってくれとは言わないさ。ただ、さっきも言った通り、それが僕の生き方。なんとしても王家のおじさまと同じ血を引く者として最強の座を。オーレル、さーて、どこに行こうかな。どの色？これならねえ、ルルアちゃん、今よりも難しい依頼受けてみるつもりはありませんか？特別な依頼を一つ発行しておきますので、もしよければ挑戦してみてくださいね。ルルアちゃんならきっと大丈夫なはず。頑張ってくださいね。師匠の故郷について教えてもらえませんか？ほら、師匠って東の大陸出身って言ってたから、あっちってどうなってるのかなって。ああ、いいわよ。って言っても特別な場所じゃないんだけど、まず東の大陸っていうのはわかる？えへへ。おほん、東の大陸は今私たちがいる西の大陸から海を挟んで東側にあるの。最近ようやくいろんな集落があるらしいってことが分かって、開拓と調査が進み始めたところね。うんうん、それで師匠の故郷もあるんですよね。そうそう、雪に閉ざされたすごく寒い場所ね。人口は両手で数えられるくらいかしら。まあ、なんにもない場所よ。アーランドとは比べようもないくらいだったのは昔の話。今は最新鋭の錬金術と機械を導入してすっかり暮らしやすくなってるな。そんなこと一体誰が？ふふん、もちろん私よ。もう何年前になるかしらね。お姉ちゃんに錬金術を教わってからしばらく故郷を良くするために頑張ってたので、そうこうしてるうちに東の大陸にいろいろあるって分かったのよ。ちょっと待ってくださいよ。じゃあ今東の大陸の調査が進み始めてるのって、ピアニャ師匠のおかげ？ええ、その通り。ほら、褒めなさい、讃えなさい。ふふん、はは付き合ってくれてありがとう。まあ嬉しかったな。ちっぽけだと思ってた私の村だけど、
外には広い世界が広がってるんだって。そっかよかったですね、師匠。ええ、とってもね。じゃあ、話の続き。あ、そうですね。その前にお菓子を。ああ、ならチムドラゴンにお茶を入れてもらいましょう。ふふ、今日は長くなるわよ。覚悟してちょうだいね。うんうん、なるほどね。もちろんただ作るだけじゃダメだよ。最高の材料と最高の技術、今できる最善を尽くして作ってみてね。お姉ちゃん圧力かけるね。ルルアちゃんどう？もちろんやりますよ。今の私の力、トトリさんに見てもらいたいですし。それじゃ、また後で。ふっふっふ、お姉ちゃんは厳しいよ。果たしてルルアちゃんは大丈夫かな？もちろんです。大丈夫なように頑張ってみせますから。よく言った。それでこそ我が弟子だよ。じゃあルルアちゃん、ファイト。よし、出かけよう。じゃあ見せてもらえる？はい、どうぞ。こっくり。なるほど、ルルアちゃんかなり頑張ってるみたいだね。材料の選び方といい、調合の仕方といい、とっても上達してる。本当ですか？じゃあ、うん、これなら合格かな。おめでとう、ルルアちゃん。やった、合格だ。よかった。
実は結構ビクビクしてたんですよね。そうなんだ。そんなに心配しなくてもいいのに。いえ、まだ私駆け出しなので。駆け出しでこれだけできたら大したものだよ。もっと自信を持ってね。トトリさん、はい、ありがとうございます。うん、でもね、まだ完璧とは言えなくて。お、例えばここの部分、釜を混ぜる速度が一定じゃないからムラになってる。あとはここ、傷んだ材料が混じってたんだろうね。品質が劣化しちゃってる。こういったところを直していけばもっといい道具が作れるはずだよ。どうしたの？ぼけた顔しちゃって。いや、一瞬でそこまで見抜いちゃうなんて、やっぱりさすがだなってそりゃルルアちゃんよりも長く錬金術をやってるからね。でもルルアちゃんもすぐわかるようになるよ。この調子ならあっという間にね。そのためにも努力を怠らないこと、いいですか？はい、わかりました、トトリ先生。うむ、わかればよろしい。課題、お疲れ様でした。またね。さて、どこに行こうかな。よいしょっと。ここはこう。解読完了。よし、解読終了。お疲れ様、ルルア。今度はどんな道具なの？ふふん、ズバリ魔法の大砲だよ。魔法でできた弾をドカーンと打ち出すの。これを使えば空にいる魔物だってへっちゃらへっちゃら。へえ、知らなかったけど錬金術ってすごいのね。私の時代には錬金術という学問はそれほど発達してなかったから。ねえ、その話なんだけどさ、スティアって本当に何百年も前の人なの？それにオペレーターって、スティアって一体。ルルは、お腹が空いたわ。カレーが食べたいのだけれど。はいはい、わかりました。それじゃあご飯にしよっか。食べ終わったらこの道具を作ってニコさんに届けよう。よし、キンマリー。スティアのことは気になるけど、また今度でいいよね。うん。